大晦日、第74回 NHK 紅白歌合戦、57.20のリハーサル。29日、東京、渋谷の NHK ホールで始まり、シンガー、グライターアイミョン、28、が囲み取材に出席、他、紅白でも歌唱する、愛の花が、今年前期の連、テレビ小説、ランマンの主題歌として、老若男、問わず、愛された。アイミンのステージでは、 作で主人公、牧野万太郎を演じた、上木隆之が出演、ヒロインで妻の末子を演じた、司会、浜辺美奈美と感動の再会を果たす。ドラマ地な場面を演出するあいみょん。上木さんにはドかを愛したんですが、浜辺さんは初めて、二人揃っては初めてになるので、一視聴、なので、めっちゃテンション上がります時を寄せた。 朝に自分が作った歌が流れる喜び、実感した。半年間、ら漫があって、朝に自分、楽曲がかかる生活があったので、今までの音、生活ではなかったことやった。不思議ながら、人生で一生に一度やと思ってるので、自分に、手の朝ドラで、最後の朝ドラが、ら漫で、勝ったんと思いますと振り返った。今回の番、テーマは、ボーダーレス越えて繋がる。 大味噌、マイナス。コロナ禍や世界での戦火、自然災害など不安、時代だからこそ発揮できる、音楽の力を表現、る。司会は、有吉博之、橋本環奈、浜辺、美波高瀬幸アナウンサー。ゲスト審査員は、元車椅子手に、の国枝慎吾さん、陸上女子やり投げの北口橋場美、俳優、坂井雅人、寺島忍、吉高由里子。 歌人、町さん、お笑いタレントのバカリズム、うく、伊賀国立歌劇場、バレエ芸術監督、寺田義弘の今年の顔8人。